皆さん、こんにちは、大地です。先日、えー、とあるコーチのコーチングを見てたときに出てきた質問で、そうそう、そういうのいいねって思う質問があったので、皆さんもね、えー、なるほど、確かにこういう関わりをするとこうなるのかということをあのご理解いただきまして、えー、質問の、ね、引き出しの中に入れといたらどうでしょうか。それが何かっていうとね、誰との間で大人でありたいと思ってるんだろうっていう質問だったんですけれども、えー、こんな感じのね、えー 流れの中で出てきま,したまあ、えっと、テーマはね、なんか上から来られると何も言えなくなるみたいなので、まあ、なんか、えー、どういうことなのみたいなことを、えー、聞いてたらね、いや、この間もね、えー、ちょっと一緒になった人に急にわーわー言われて、ね。で、えー、やっぱり私なんか一方的に言われると怖くなって何も言えなくなっちゃうんですっていうのがあって、まあ、もう少しその説明があったんですけれどもね。で、えー、っと、そっか、そんな自分についてどう思ってるのみたいなね。えー、っと、人間ってね、やっぱり、この、なんか、 何かのパターンを持っててこう反応的に例えばこの件で言うとねわーわー言われると言えなくなっちゃう自分みたいなのもいるんですけどやっぱまあセッションに来るっていうことはなんかそれを何とかしたいとかねこのままじゃいかんとかってこう思ってたりとかこうあるべきみたいなの思ってたりするんだよね、まあ、だからあのそっち側をね聞こうと思ったんでしょうコーチはそんな自分についてどう思ってるのっていうふうに質問してそしたらクライアントはまあうんざりするっていう答えだったんですよねでうんざりするはちょっと意味がわからないんでこのままだとねどういうことなのかってもう少し正確に理解しようとしてどういうことってこう聞きましたとで そしたらね「なんでもっと大人でいられないんだねいつまでやってるんだろう」って出てきて「まあ大人でいるね」 とか大人の自分になりたい大人人のの自自分分にになななりりたたたいいいいみ行動がが取れるるってうあわでまあもちろんこれも大人でいるってどういうことなのか分かんないからね大人でいるってどういうことなのとかね大人でいるっていうことによって何か何が得たいのどうなりたいのとかねどんな自分になりたいのねっていうことなんだろうとかってもちろんいろいろ聞くとああそうかそういう自分になりたいってことでいいのかな他にもあるかなとかっていう展開があるわけなんですけどでまあ えっとね、このコーチが言った質問が「そっか」ってね誰との間で大人でありたいんだろうねってと思ってるんだろうっていうようなことを聞いたんですよねでそうするとうーんってなるわけもちろんいろんな人との間でねなんかもう少し大人で入れたらいいなーとかって思うんだけどそういうのの中からああそうかって一番はまるさんとの間でこういう関係を作りたいんですとあどうして じゃその人との間でどういう関係になりたいの？でそれはどうしてだろう？ってね、っていうのが出てくるわけ。で、あのなんでねこれが大切か。 いうとまあなんかたまたま出会った人に対してなんかペラペラ言いたいとか、まあ、大人として対応したいっていう話かもしれないし、ね、そうじゃなくていやいやまあそれは例えばの話で本当は、ね、あのこういう人相手にもっとこんな自分として関わりたいんですっていうのがある場合もあるというかまああのー、基本的にはね え何か特定の人との間でもっとこうなりたいっていうのが見つかればいいなと思ってコーチはね話を聞いてた方がいいんだよね。なんでかって言ったらだってねなんかこの急に言われたねなんか言ってくる人に対してねちょっと萎縮しちゃうとかっていうのをなんかクリアしていくっていうのももちろん大切なことかもしれないけどそれよりもねもっと「本当は誰との間でどうなりたいの?」って言われた時に「あこの人との間で」って言ったらその人との間で頑張るとかね工夫をする意味はあるしやっぱりそれってやった結果報われるんだよね。 だから相手は誰でもいいんじゃなくて本当の相手役って誰なんだろうね目的には通常相手役がいますって言ってるけどなんか大人になりたいみたいな大人でいたいみたいな目的があった時に誰との間でそうありたいのと誰との間でどんな自分にありたいのそれはどうしてっていうことねやっぱりちゃんと聞けると、まあ、本当のターゲットが出てくるとかねでやっぱりそこは取り組む価値があるターゲットなんじゃないかなということでねまあなんかこんなふうにさらっと聞けてねあそっか本当はそうかこの人との間でこういう関係になりたいんだみたいなのが明らかになった上でまずそこにしっかり取り組める。 でね、やっぱ欲しかったものも手に入るしでそこでつけた自信とかそこで学んだことでじゃあ初めて会った人にはどう関われるんだろう関わりたいんだろうってこう考えていくっていうね、えー、手順の方がいいんじゃないかなという考え方です。ぜひ参考にしてみてみくださいそれではまたババイバーイ